はい、こんばんは。6月13日午後7時になりました。今日のしゃべくり祭りなんですけれども、実はですね、今日のゲストの豊坂小学校の倉石校長先生なんですけれども、実は7時からですね学校の会議ということでですね、通常ですと7時から7時5分までの生放送なんですけれども、先ほど6時15分からですね6時半までですね、生放送をさせていただきまして、今お借りになったところです。これがやはり録画してありますので、その録画なんですけれども、後日ですね、アップさせていただきたいと思いますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。皆さん、はい、午後7時からね、はい、突然の出来事で、始まった、始まってですよ。始まって以来ですね。もう始まって以来ですよ。皆さん喋ってください。はい、喋る。ということでですね、そちらにね、三田さんじゃなくて二本松さんがね、なんか10分ぐらい喋るって言うんでね、10分ぐらいこちらに席ありますね、どうぞ。あ、そうだ、こちらね、実はちょっとじゃあ、10秒ね、こちら先ほど校長先生にですね、サインをいただきまして、こちらの方にありますね、どうぞ。こちら今サインして、お帰りになりました。こちらが校長先生のサインであります。はい、ということで、はい、じゃあ本松さんお願いします。はい、じゃあ天気さんの話、天気さんの話、はい、今日ですね、はい、天球寺さんの住職さん見えてですね、こういうね、写真を持ってきていただいて、ぜひうちの方にもね、来ていただくようにという形のお話がありましたんで、はい、まあ、これ川中島古戦場の近くにね、あるんですけれど、一番激あの川中島合戦の中で一番激しかった、なんか第4次合戦でね、亡くなった信玄の弟さん、はい、武田、天球重信繁か信繁さんというね、はい、方を葬ったお寺さんという形なんですけどね、でここでもね日本一大きな何ですか、閻魔大王さん、閻魔大王、これはね何だっけね、これ川中島合戦で戦死されたね、8000人の、余りのね供養をしたそういうするためのこういう閻魔大王さんっていう形でね、ぜひまたね見に来ていただければいいかなというふうに思います。はい、まあその他にねこういったね二人のこうあれにも会えますよっていう形、同じもんですか、ちょっと違いますね、ちょっと違うんですか、こういった形でね来ているので、でまあ天気さんにも予約していただければね、住職さんに予約していただければご説明していただけるかなっていうのがありますので、よろしくお願いします。わかりました。なんか電話もあったんですか。電話ありますね、はい、電話かけてから行くんですか。あ、電話かけていただいた配管はね8時30分から17時まで無給だそうです。ね、配管料が200円っていう形になります。はい、電話番号言っといた方がいいかな、そうですね、026-292-3335になりますね。あ、そうです、026-292-3335になります。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ぜひおいてください。はい、はい、ということで二本松さん、はい、お話を10分間。信繁って2人いたんだよね、多分ね、武田信繁さん、ね、天球っていうのね、なんで天球寺っていうのかね、天球信繁っていうのがあってね、あれも名前を使って天球さんっていう、外人がほら帰りがけに天球、それはサンキュー、サンキュー、すいません、だから3の3番だからね、天球、いやー今ね天球なんて言われてね、今一生懸命考えてるんですから出ないですね。さっきね、校長先生、お帰りがけにね、初めてだなんて言いましたが、激励しておきましたよ、絶好調じゃないですかって、笑うとこなんだけど、いい、上手、あ、なるほど、分かってない、今分かった、やだくて、いや難しいですよ、難しくないですよ、はい、何絶好調ね、了解、今激励してちょっと遅れちゃったらいいかな、今2人見てますからね、面白いな、そうですか、福井さんと、福井さんですね、でこちらですね、はい、適当に切り取ってね、そうですね、はい
本当にねこういうこと初めてでね、うん、三田さん、はい、生放送の時にはね、うん、前取んないでください、ね、すいませんねもうね必死でした。あ、うん、あのね写真を持ってこなきゃいけないっていうのでね、うん、生放送っていうのは全然頭になくて、うん、撮って言われてあいけないってもう遅かった、ね、あ遅かったよね、うん、もう通っちゃった、ね、そういう形です。あ、うん、やっぱり、ね、出たかったんだよ。あ、出たかった、ね、あ、そうか。え、出るときはこうやってピッピッピッとこにやるんだけどそこまでお尻見しちゃってるからねちょっと無理です、はいはい、で日本さんここでなんかコメントあるんじゃないの。え、うん、あのないんですか、うん、もう1本で、うん、帰るの。そう、じゃあちょっと話して1分話してから行かないといけないじゃん。お後がよろしい。飲み会でしょ。え、飲み会飲み会なんでしょ。7時半、7時半、7時半から飲み会なんだ。いいなぁ、はい、いや飲み会じゃないって。あ、飲み会じゃない。あ、そうです、はい、会議ね。なわけでまたあの今度はキャスターでね、また出ます。はい、わかりました。はい、まもなく300回近くになってきますね。あ、300回、300回、はい、そうですね、はい、まあ、7月の末か、ね、うん、はい、そうですね。ぜひそういう時はまた皆さんにおいでいただいて出演していただくと、はい、ね、こちらにおいでの方ね、はい、それでは飲み会いってらっしゃい、はい、飲み会じゃないです、はい、はい、ということで三田さん、はい、お話ししてください、うん、さっきの、うん、弁解などはもう少しありますか。あ、今、ね、ないですか。後でまたね、写真などできてきますんで、うん、それをちょっと皆さんに見ていただければいいかなというふうに思いますね。はい、あと、今ね、うん、校長先生、お話しいただいてね、日本さん何よく分かんなかった絶好調なんてね言ってたけども、うん、どうでしたかお話、うん、ね、うん、素晴らしかったんですよ先生ね。なんか先生も、うん、なんかちょっと違ってるっていうか、うん、なんていうの勉強して、うん、ね、そうこういう風になったって、うん、ちょっと言ってたじゃないですか、独自にね、やっぱりね、先生に、うん、なりたいという希望はあったんだけども、うん、他の会社にね、うん、さっきのお話の、うん、就職決まってて、うん、たまたまなんかね腰の手術して、うん、でそれで、高校時代のね、うん、その素晴らしい先生のこうなんだ、あ、紹介忠告か、うん、お話で、うん、先生になったというようなことでね、いいお話でしたね、うん、まあ、だから、なんていうかな、人生経験が豊かなんだってから、うん、そうだから、ああいうようなこともね、やっぱり人生にこうよく、うん、来てますね、ああいうことがね、うん、ああいう経験がやっぱり校長先生としていろいろこう経験した中で素晴らしい教育ね、うん、できるんじゃないかと、うん、そうですね、お聞きしてそんなこと思いましたよ、うん、まあ歴史ある、ね、豊坂小学校に来て、まあ、そういった、ね、自分の経験、それから、まあ、あそこって言えば結構豊坂地区、まあね、いろんなまとまったりなんかしてるだろうから、そういったところの地区との連携みたいなのがね、うん、うまくできればまたちょっと違ったあれができるかなって思ってるんだよね。やっぱりあそこの豊坂地区はですね、うん、やはり地域の皆さんとのつながりがね、うん、すごく強いみたいでね、うん、あ、しょっちゅうこう会合したりしてね、うん、皆さんあの学校中心にいろいろなことやってるんですね、うんうん、いろんな活動やっておりましたよね。まあ、この間もあれだね、お諏訪神社、あそこに原石神社ってあるじゃん。ありますね。ね、あそこも、あの私も見たけども、やっぱり楽しいですね。あの、はい、もうそのまま引いてきて、ね、お柱立てるっていうあれもあったりとかっていうんで、結構いろんなその、まあ少しね、あれだね、年取った人たちしかいないけど、そういうお祭りの時にはみんな、来て若い人が来て参加するみたいな形があるみたいですね。皆さんね、お言葉ですがね、うん、お年寄りの方もいらっしゃるけどね、うんうん、若い方もね結構来てるんですよ。そうそう、あのね、ね、本当去年から今年にかけて、うん、新しい人ね、そうだね、4人と3人7人ぐらい20あ30代の方ね行って、うん、もう住まわれてるね。だその人たちもまたそのなんていうかな、その地区の人たちと連携しながら、うん、そういろいろやってるんですよね。そうなんですよ。そう、自然食をやってみたりとかね、うん、そうですね、絵を描いてみたりとかっていうのがそうですね、いるんだよね、うん、やっぱりね、そういうやっぱり地域でね、うん、そういうような若い方をこう、うん、なんて受け入れちゃいけないから、うん、なんていうかな、うん、いいね、お呼びしてね、うん、受け入れるっていう、そういう気持ちというか、うん、その状況がね、うん、すごくいいんじゃないかと思うんですよね、うん、そういう体制というか、そうそういうものがあるのでね、やっぱり若い方もね、うん、こうご家族でね、うん、行くじゃないですか。そうそうそう、ああいうのっていいことですよね。いいことだと思う。うん、素晴らしい。やっぱりね、みんな空き家みたいなのあるじゃないですか、うん、そう、ああいうのをね、やっぱり若い人たちはね、うん、豊坂って松代全体、うん、まあいいとこなのでね、まあ、そういったところで住まわれるっていうのはね、私いいと思うね。
だってあの1万8000人ぐらいしか人口いないけど、うん、その中で病院、総合病院はある、開業医さんもいる、歯医者さんもあるね、うん、交通はバスだけしかないけれども、あのそういったことを見るとね、やっぱり住んでいいところかなって思うね。そうですね、やっぱり、ね、今のお話 の、うん、豊坂にとってみるとね、うん、やっぱりあの今9月かな10月かな、うん、今の川中島アルピコか、うん、あれ廃止になっちゃうんですよね、はいはい、今でやっぱりね地域の方がそれを絶対に、うん、存続させようというようなことでね今動いてるし、うん、松代全体の中でも、うん、公共交通網を考えるっていうようなね皆さんお集まりいただいて、うん、しょっちゅう会合開いてますよね、うん、だからああいうことも含めてですね、うん、やっぱり地域の方がこう一生懸命やってるんでいいかなってこうの思いますね、うん、そうだね、まあ、これから、うん、まあ、今目先じゃなくて、うん、やっぱり我々もあと10年後はどうする、うん、ね、15年後は20年後はどうするんだ、そういう時には車運転っていうのは難しいなってのがあるから、うん、ね、やっぱり交通機関っていうのはね、まあ、やっぱり必要じゃないかなっていうのは、ね、我々もまあよく言ってあと20年後ぐらいまで生きたとしてももう運転できないですからね、うんうんうん、ね、やっぱり公共交通もね、うん、絶対必要かねと思うね、まあそういった意味でも、うん、やっぱり若い人が来てもらっていろいろと連携して新しいねアイデアみたいなのもあればいいかなっていうのはあるし ね、 そうですね、うん、三田さんこんなお話してたらね、うん、はい、ちょうど時間になったみたいですよ。あ、そうです、はい、はい、こんなくだらない話しててちょっと時間くだらないよ。あ、そう、あ、いい話か。そうだ、喜んでちゃいけないか。これも20年後考えたら宮坂さんあと何年でってなっちゃうじゃん。あ、うん、まあ、生きてないかもしれないね、はい、そういうことで、ということでね、はい、今日はやはり生放送なんですけども、今日のゲストはすでにお話しいただきまして、うん、後日アップさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。三田さん、はい、あ、ご苦労さんでした。どうも。ですね、うん、今日はね突然の出来事で、そう、ありがとうございます。いや、それでね、結局ね、うん、あの写真ね、うん、これを見ていただかなかったので、ちょっとこれを写真を見ていただいて、ね、宮坂さんのあれでもって説明していただいた方がいいかな。先ほどの、ね、うん、そうです、はいはい、こちらの方、お花見ですよ、と、こちらの方から、うん、先ほど桜の木があったというね、うん、こちらの桜守り隊の写真、はいはいはい、こちらは少年だ、学校の前の、うん、あ、坂のところにあるやつ ね、あ、桜だと、これが、なんか順調はね、うん、別なんです。これが地域の方がね、うん、置いていただいてる、これがリダの花の、うん、これは校庭にあるんですね、この、そしてこれがお年寄りと一緒にね、あ、一緒に遊んでるというかね、なるほどなるほど、はいはい、でこれが1年生を迎える会ですね、はいはい、子供たちの生活の一年になりますね、うんうん、でこっち、あ、これ順番が、まあ、ね、まあちょっとあれするけど、はいはい、地域との方交流の中で、ね、うん、交通安全教室をね、うん、地域の方がやっていただいている写真ですね。なるほどね。こちらも熊本震災募金、募金もやってるというね。で、これは先ほどの話に戻りますが、うん、ああ、そうかそうか、これ桜いいとこなんだ、ここ。そうです、素晴らしいですよ、うん、もう満開の時に、そう、最高ですね。あそこにみんな車止めて見てますよ、うん、最高です、最高です、ね、うん、豊坂小学校、はい、最高でございます、はい、ということで、はい、じゃあお話、予告か、はい、予告じゃない、うん、お知らせ、お知らせね、はい、はい、これはね、28年の6月18日土曜日、今週土曜日になりますね、はい、大室古墳群ですね、見学会を行います。で、松代の大室古墳ってね、約ね500基ぐらいのね古墳がございまして、そこをですね、回るって、全部は回りきれないけど、こんな少しだけ学芸員さんの案内でね回るような形になります。それとまた6月19日翌日ですけれど、松代もね、やっぱりあれですね、空き家だとか空き店舗があるですね、
こういったところを見学しながらどういうふうな動きをすればいいかっていうのでね、午前10時から、約2時間ぐらいでね、松代駅集合で街の中ちょっと回ってちょっと確認してもらおうかなっていう形の勉強会やります。はい、ということで来週です。来週は七面大明神奉賛会の会長さん、はい、今日は来てらっしゃるんでちょっと出ていただくかね。北村さんちょっと、はい、どうぞどうぞ。お忙しいところ申し訳ありません。はい、はい、お願いします。来ていただいて、はい、はい、ご苦労様です。はい、どうも。来週はよろしくお願いします。あ、どうも、こちらこそよろしくお願いします。どうも。この七面さんのお祭りは、はい、お兄さんが復活させたというふうにお聞きしてるんですけども、まあそういうふうにね、当時ね、兄もね、いや真っ白町で非常に寂しいなと、そういう中でね、いや昔のなんかそのにやかな、うん、それあの七面さんっていうのもね、なんか復活しようかと、でそんな思いでここに町中ちょっと動いたんじゃないですか。うん、ああそうですか。素晴らしいでお祭りね。そうですね。まあ今見れば、真っ白町の本当にあの七面さんは栄えたなっていうね、そんなようなお祭りにしたいなと。ね、そうですね。山田さんの力でね、ぜひ。明治時代はもっと派手というか賑やかだったみたいですけども、うん、そんな明治時代の最盛期のお祭りにまた戻るようにお力でぜひ。だからこの前もなんかこう賑わったらしいですね、当時は。うん、まあ私のこのね、若い時見ればやはり製紙工場の長男から、うんうん、あれが一番栄えたんだねですかね。やっぱり当時見ればさ、うん、今みたいにそんなに何でもあるっていう時代ないから、そういうこともありますね。車一人一台だね。自転車が一人一台がやっとくってな、そんなにあれだったからね。わかりました。はい、来週はね、北村さんにおいでいただいて、そのようなお話もね、楽しいお話も聞けるんじゃないかと思いますんで、来週ぜひよろしくお願いします。はいはい、はい、よろしく、はい、それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。